ジェームズ・パトリック・ジョンソンは、アメリカ合衆国、ワイオミング州シャイアン出身のバスケットボール選手。NBA のブルックリン・ネッツに所属している。ポジションは、スモール・フォワード、または、パワー・フォワード。ワイオミング州の高校から2007年に、ウェイク・フォレスト大学に進学。 ACC のサードチームに選出されるなど、同大学の中心選手として2年間プレーした後に2009年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。16位でシカゴブルズから指名された。しかし、D リーグでのプレーも経験するなど、NBA での対応に苦しみ、2011年2月にトロントラプターズに放出。 その後2012年7月にサクラメントキングスに遺跡とジャーニーマンに落ち着き2012から13シーズン終了後はクオリファイングオファーも提示されなかった2013から14シーズン開幕前はアトランタホークスのキャンプに参加するも開幕直前に解雇その後の D リーグドラフトでリオングランデバレーバイパーズから指名され D リーグでプレーした後 2013年12月16日にメンフィスグリーズリーズと契約した。2014年7月17日、フルスノトロントラプターズと2年契約を締結。2014年12月19日のデトロイトピストンズ戦ではアンドレ・ドラモンド調子に豪快なダンクシュートを決め、直後に激怒したドラモンドがジョンソンにフレグラントファウルを犯して退場になるという出来事があった。 2016年7月10日、マイアミヒートと契約した。2017年7月6日、マイアミヒートと4年6000万ドルで再契約した。ジョンソンはサモア人の血を引いている。そのためジョンソンは NBA 初のポリネシア系の選手として知られている。ありがとうございます。